乗り換えということで、高萩駅、次の電車は次45分なので、あと、30分ぐらいかな、20分ぐらいかな。特急なんで、特急40分だけど、普通の電車は、54分、あとまあ、あと30分弱かな、30分少しは、ここでちょっと高萩にどんなものがあるか、蛇が出るか、蛇が出るか、紫とかね、そういう居酒屋的なものが見れるかでも、ちょっと何隠し何隠し積水ね、1801年ということは結構ね、200年以上前のまだね、人だけども、享保2年ね、で、のうちまでなんたらかんたらで、子供の頃は体が弱いんだよ。で、夫婦も、ね、弟が母親の先立たれてしまって、逆境に耐え、ね、耐えて専念できたのが、学問に、ね、支えになったこの義母、ね、義母なんですよ、義母のおかげで、なんとか身を立てたというかな、そういう感じなんでしょう。40代半ばには時代を先取りした研究への批判に遭い、学者の道を断たれそうになったこともあるけども、そこでまたその人は、並外れた努力が報われてね、水戸藩主、徳川、ね、そういうことですよ。頑張りましょう。高萩駅ね、こちら側が海なのかな。でももう600メートルって地図では書いてあったけども、あの建物まで行くのに果たして、ね、10分程度で行けるのか、それとも行けないのか、結構距離が遠いような木も目測で言うとね、あるんで、今日はちょっと雨降ってるんで食べとくかな。やっぱりね、静電気とか、ああいう、なんていうのかな、電気とか守らないからね、静かにね、とかってもね、いい感じなんですよね、これね。今ね、出るから、気をつけないと。ちょっと歌で歌おうかな、じゃあ。素晴らしい歌で歌いながらね。の瞳は1万ボルト1万ボルトと1万ボルトってこうなるわけが、引っ張る引っ張る